ほう、9%になったか。なんかちょっと頼もしく見えてきたな。待ってろ。すぐに追いついてっからな。さあ、2面ですよ。街っぽいな。パッと見街だね。街が機械化しちゃった感じだね。街だ。いや、ワドルディが車で走ってんだけど？ 吸い込めないの？車は吸い込めないんだ。それは別の作品か。車は吸い込めるもんだと思ってたわ。これいけんじゃん、別に。行こうと思えば。何こいつ。いける！ジェット！ジェットかー。ジェットはね、空高く飛べることがいいんでね。このようにね。このように 車とか関係なしですよね。あ、捨てちゃった、捨てちゃった、間違えた、間違えた、間違えた。おい、ジェットアターク。いて てか、ワドルディはちゃんと止まってくれるんだね、それに対して。ちゃんと、なんか、信号に忠実だな。なんだこいつ。ほら。まあ、あまり気にせずに進んでいけるな。あ、なに？あ、奥の面行くのかこれ。え、奥の面ってさ、奥からもさ、車来るんでしょ？あ、IC キューブあった。奥からも車が来るってことだからさ、気ぃつけないとさ、引かれんじゃん。これはこれで。で、こっちに戻ってくるわけだ。なるほどね。おー。おー、ホバリングしてるね。いて！お前分かってんじゃねえか。身を持ってたら攻撃してきたわ、ちゃんと。あ、ちょっと待って！おーい、みんな落ちたと思ったでしょ。そんなんじゃ落ちないんだなー、カビーは。危ねえ。今落ちかけたぞ。ジェットを使ってね。ワドイディさん、ちょっと、すいませんね。通りますよ。ちょ、お前ちゃんと合わせてくんだけど。ちゃんと合わせてくるんだけど。場所を。なんだかんだでふざけすぎたか、HP がやばいな。え、これで終わり？ IC キューブどっかに落ちてない？大丈夫かな？上って書いてあんな。上に行くんやな。あ！ロボの置き場所もある。ってことは、乗る？あ！ちょっと待ってね。乗るってことは、来た！カービィ乗れますね。行くぜ！パラソー！おー！パラソール！ 確かにね、昔から不思議に思ってました、僕も。ヘリコプターのプロペラに当たったらどうなるんだろうって。それは痛いですよ。結構、グロいな。そう考えたら。ヘリコプターのプロペラに当たったらね、人はどうなるんだろうって、それ想像通りのことが起こるんでしょうけど。とりあえず奥に行って、降りた方が良さそうやな。なんか降りた方が良さそう。で、降りて、あ、危ない。ほら。IC キューブありそうだな。そろそろね。まあ、見逃しも結構あるからね。宝箱だ。あ、ここで IC キューブか。やった。ありがたい。で、IC キューブは手に入れたっていう。で、どこだ？ああ、下に降りれる。下に降りて、ゆっくりジェットで降りていこう。よし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 。こういうことか。あ、ソードナイトいる。いいなぁ。でもなんかその前にコピー能力は置いてあるんだよね。これ何？バーン！あ、来た！ボムはやっぱこうでなきゃね、角度を決めて投げることもできるんだ、ちゃんと。ボムはそのままね、ポイって投げることもできれば、角度を決めて上に投げるってこともできると。で、下に置くこともできるわけだね。自爆すんのかな？てか、相変わらず。相変わらず自爆もあんのか？やってみよう。あ、自爆しない！
うわ、ありがたい仕様ですよ、これ。自爆しないです。ね、カービィのスパテラでは自爆してましたけど、自爆しないです、なんと。ありがたいですね、これ。自爆しないのか。最近のカービィは便利になったな。自分の爆弾は食らわないのか。何？あ、テレパトリスだ！カービィのね、スーパーカービィハンターズにいたいた！テレパトリス。テレパトリスだ。でも角度を決めてボムを投げれるのはでかいな。痛い！なぁ！テレパトリス。角度を決めて奥から攻撃してくるぞ。突進でしょ？なんかね、カービィハンターズやってるからね、割と、こいつの攻略方法は分かってんな。で、これはまっすぐでしょ？ OK。危ない。危ないでしょうが。ダメだ。うわっと、ここはまあ安定のガードでもいいけど。はい。はい。ジャンプで避ける。危ない。テレパトリサーか。うわ、でも、あれだね。カービィハンターズそういうことが多いな。いいな。こういうの。こういうの好きだわ。ってことは、カービィハンターズはそういうのを結構ちゃんと、意識してたんだね。ほい。ほい。なかなかタフだぞ。ほい。何？それ知らない。知らない行動だ。はい。はい。はい、オッケー。テレパトリスなんかさ、もらえんのかな？エスパー！エスパー！ちょっと見たろっか、ポーズで。念じることで姿を消したり、電撃のエスパー少年のですか？エスパー少年のようなっていうのさ、やめてくんない？なんか、どっかで聞いたことあるぞ、それ。どう見てもどっかで見たことある。バット取り出さんよね。大丈夫だよね。おー。こうやって、念じるところで、攻撃できると。かなり遠距離攻撃できるね。いやー、面白いな。だから、さ、ちょっとワトルディ犠牲になってもらうけど。こういうことか。なるほどね。元気ドリンクがある。車がいっぱい通ってんな。こういうのもさ、もしかしていける？おー、いけるんだ。なるほどね。瞬間移動。だから無敵の瞬間移動があるんだね。これはね、移動の時に便利ですよ。瞬間移動あるのは。テーパトレスなんてそんなこと全然せえへんだけどな。お、おい。なんかあれだな。このさ、相手の周りをぐるぐるしてさ。やっぱり相手の周りをこうやってぐるぐるさせてさ、復帰させないようにするのがやっぱね、上等手段と言いましょうか。ってようやられとったけども。ようやられとったことを人に、ね、人に嫌なことをね、されたらね、仕返すのがね、道理というものですよ。これ何？バッテリーだ。どっかに持ってくんだな。いけ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 。どうぞ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 。どうぞ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 。どこまで持ってくんだこれ。あ、ここだ。シャッツが向こうに出現した。あ、大丈夫だった。これ何？あ、扉なんだ。隠し扉か。ん？あれ、頭使うやつだ。でもこれさ、簡単なんじゃない？こうじゃない？こうじゃん。簡単だ。簡単だったわ。ボムとか置いていくんだろうなっていうのはすぐ分かったけど。お！ロボット！よーし、行け！パンチ！パンチ！パンチ丸し大丈夫や、これで。行け！うん。ファイヤー持った。これで大丈夫や。目の前の敵を焼き払ってしまうぞ。ほら！
ははははは。本当にいけた。ダメだよ、そういうことしたら。ほら強引に通るなこの道は俺様のものだみたいなガキ大将か、本当に。テレ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 テテテレテレテレテテテレテレテレテテ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 テ。みんなで、カービィハンターズ。これあれだよね。え、これ内蔵されてるってことだよね、多分。自分のジョブを選ぶ。あ、何しよう。時間を止める魔法使い。これ言ったことじゃないかと思うけど、まあ、ヒールドクター俺個人的に好きだから、ヒールドクターにしようかな。音もレベル1。あ、1体だけだ。そう、初めは1体だけなんだよね。これさ、もう完全にあれだよね。あ、ヒーリングエリアって書いてあるから、多分あれだ。みんなでカービィハンターズだ。あー、もうそうだわ。完全にそうだ。ってことは技も？あ、技もこれだね。ちょっと簡素化されてるけど、ミニゲームとして入ってるってことか。あ、でもこれはいいね。普通になんかミニゲームとして遊べるね。いや、曲もいいなー、この。いや、もうカービィはね、いい曲多いんだよな。ヒールドクターはね、こうやって、まあ、人を回復させるだけじゃなくて、割と DPS 高い攻撃できるんですよ。まあ、スティックは死ぬけどね、この技。あ、で、これフレンド見てよ。あ、任せなさい。真ん中でございます。はい、ここですよ。おい、オッケーへぇー。スイッチとかでもね、移植されたんですよ。ちなみにこのゲームね。ねえ。いや、まさかこれが出る、ミニゲームとしてもあるとはなぁ。へぇ、楽しいなぁ。え、このソフト一本でめっちゃ遊べんじゃないの？まあ。